続いて消費生活センターからお送りするスマートライフ情報です。消費生活センターの飯塚さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて飯塚さん、今回はどのような情報のご紹介でしょうか。はい、今回は特定商取引法に新たに追加された美容医療のルールについてお話をいたします。はい、美容医療も身近になってきていますよね。新しいルールのポイントはどんなところなんでしょうか。はい、特定商取引法の特定継続的役務とは、長期間にわたって提供されるサービスのうち、トラブルが多いエステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを指定しており、これに新たに美容医療が追加され、クーリングオフや中途解約が可能になりました。すべての美容医療契約がクーリングオフなどの対象になるんですか。いいえ、すべての美容医療契約が対象になるわけではありません。法律で定める特定の方法によるもので、具体的な施術例としてはレーザー脱毛、ケミカルピーリング、ヒアルロン酸注射、脂肪溶解注射、歯のホワイトニングなどです。さらに契約期間が1ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超える契約が必要条件となります。はい、例えば契約金額が高額であっても1ヶ月を超えない場合は対象になりませんか。はい、たとえ高額であっても契約期間が1ヶ月を超える契約が条件となります。今回の改正に伴い、美容クリニックには契約書面などの交付が義務付けられ、契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフができます。クーリングオフの期間後は中途解約をすることはできるんですか。はい、法律で定められた解約料を支払うことにより中途解約が可能となります。また嘘の説明などを信じてしまい契約した場合も取り消しができます。美容医療契約をする際のポイントを教えてください。はい、まずは書面を確認するようにしましょう。これまで契約期間や契約内容などの重要な点について十分認識をすることなく契約していたり、トラブルとなった際に書面がないことで施術内容について言った言わないの争いになる事例も複数見られました。改正後に結んだ契約について特定商取引法の特定継続的役務提供の要件に当てはまる場合には、契約書面などを渡すことが必要となるため、消費者は契約内容を書面で確認できるようになります。次にクーリングオフについても必ず確認しましょう。これまで美容医療サービスではクーリングオフは認められておらず、消費者がすぐに解約したいと申し出てもそれに応じずトラブルとなる事例が見られました。改正後、要件に当てはまる場合には契約書を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能です。またこれまで契約途中での解約を認めないクリニックとのトラブル事例もありましたが、施術後であっても決められた解約料を支払うことにより中途解約も可能です。これらのポイントを抑えることでトラブルの未然防止につながりますね。はい、これまでの相談事例でも契約時に口頭の説明だけで契約書や約款をもらっていない、契約後に高額だと思い施術前だったためクーリングオフを申し出たところ対象外であると断られたなどがあります。しっかりと確認をすることでこのようなトラブルは未然に防ぐことができます。その他に消費者へのアドバイスがあれば教えてください。はい、契約をする際には美容クリニックの広告内容だけで判断せず、自分で情報収集をし、少しでも不明な点があれば医師などに説明を求めるようにしましょう。また書面などで契約内容を確認し内容を理解し納得するまではその場で契約せず落ち着いて決めることが大切です。最後に即日の施術や保険適用となる施術を強引に勧誘するなど、問題のあるクリニックとは契約をしないようにすることも大切です。今回の改正では継続的な契約についてのルールが導入されたため即日の施術は対象になりません。
落ち着いて考えて冷静に判断することがトラブル防止につながっていくんですね。そうですね。クリニックとトラブルになったり何か困ったことがある場合は早めに調布市役所3階にある調布市消費生活センターにご相談ください。消費生活センターの飯塚さんにお話を伺いました。